遜色急行。遜色急行は、急行列車で使用することを想定していない車両を、用いて運転された、車両が一段格落ちの急行列車を皮肉った、主に鉄道ファンによる俗称。鉄道友の会始デイルファン1978年8月号が、初出ではないかと推測されており、鉄道友の会会員の寺本光輝が後に、実調で対応するようになってから、 一般に知られるようになった。当項目では以下のものについても解説する。1960年代から1970年代にかけては、準急急行列車が多く設定されており、急行系車量も不足気味であったため、普通列車用の一般型や近郊系車量が定期の優等列車に使用されることがあった。また、国鉄内部で波動輸送と呼ばれる、 帰省ラッシュ時に運転される臨時急行にも各客課車からかき集められた戦前,前性の軽年者や居住性と乗り心地が劣る交代化客車やロングシー改造車が当てられることがあった。しかし通常なら料金不要の車両に対して急行料金を課すことは接客サービスの低下を意味する。かつての準急列車が到達時分の短さ、 速さを一番のセールスポイントとし、車両の質が落ちることの代償として、休行料金に比べて安価な準休行料金が設定されていた権威を考慮しても、これらの代用車両列車はなおそれ以下の水準と見られたことから、このように呼ばれるようになった。このような休行列車が運転されることに至った主な要因としては、以下のことが挙げられる。車両区分上では、 一般系、近郊系車両であるものの、設定段階で休行にも使用されることを想定していた形式の場合、鉄道雑誌などでは、遜色休行の一種として紹介されることがある。一方で、設備面においては、遜色扱いされていないこともあり、現状では、遜色休行の定義があやふやであり、明確でないことからこれらの車両が重当された場合は、 遜色休校の範疇に含めるかどうかは、見解が枯れるものである。また、設備によっては、休校で使用する場合は、遜色休校となっても、準急で使用する場合は、遜色ではないこともある。便宜上、派生的な種別も含めて解説している。特急列車の場合、列車の性質上露骨に、格下の車両を重当するケースがないため、遜色特急と言われるケースは、 休行よりは少ない。しかし、特急列車は快適性のほかに、速達性の面も重視されていることから、車内設備は特急にふさわしくても、走行区間の全部、または大半がローカル線で、スピードが出せず、所要時間も、休行時代と大差ないことを理由に、遜色扱いを受ける場合があるほか、車内設備に対しても通常の特急系車両より、ランクが劣る場合は、 遜色扱いされることがあり、改善もなしに引き続き特急列車に使用している、バイアタ線区からの転用車ばかりの列車にも、時代遅れの特急と扱われるケースがある。国鉄 JR では使用する車両が特急系であっても、側窓が開閉可能で座席が転換クロスシート、後に通常の背面テーブル付き回転リクライニングシートに交換されたが、 窓枠の固定化は行われていなの185系の他に分散電源方式のため乗り心地に何のある14系寝台車による寝台特急や1960から70年代に製造された時代遅れの車両による特急固定クロスシートの581.583系電車による中高特急群253系200番台を除く 座席自体は特急用として遜色ないものの近郊型と同様の両開き扉でデッキも設置されていない客室への騒音遮断する扉がない373系振り子式車両による運転で表低速度が速い381系黒潮と比較して非振り子式で低重心構造でもないため所要時間の面で相当の格差があった485系運転の黒 ボックス式固定クロスシートの急行用客車を使用していた客車時代末期の山陽本線特急、カモメなどが遜色扱いされたケースにあたる。これらは元来急行列車として走行していたものを特急に格上げしたケース、あるいは設計段階で急行列車への使用を想定していた車両で多い。他にキハ40系で運転される、早との風や、 イブスキの、たまて、はキハは125型で運転される、海幸山幸は、車内設備こそ特急にふさわしい水準ではあるものの、一般系車両を種車に改造した車両を使用しているためデッキがなく、乗り心地や、速達性に難があるという理由で、遜色扱いを受けることがあるなど、一部の特急列車においても、遜色扱いされるケースが見られる。また、いさぶ 新兵は、もともと普通列車用として設計されたボックス型の固定式、クロスシート主体で一部車両はセミクロスウートでありながら2017年3月のダイヤ改正により、熊本駅人吉駅間が特急として運転されるようになった。これにより、指定席区画の大半が急行、近郊用よりもシートピッチを若干広げたテーブル機のボックスシート、自由席区画が ロングシートであるにもかかわらず、自由席特急料金を徴収するという、名実ともに、遜色特急として運行される列車となった。また、検査と事故が重なり稼働不能な車両が2両以上となった場合には、キハ147、ガタイパン型機動車が、特急列車の自由席車として連結される場合がある。またこれとは別に急行系車両が使用される場合も、あり。 1969年10月1日から1970年2月28日まで、北斗の一往復でキハ56系が使用され、1970年代に14系座席車が登場するまで12系客車が臨時特急車に使用されたりしたが、これらは接客設備が劣ることから、特急料金が割り引かれたほか、JR 発足後には、エーデルキタ。 近畿などにキハ65型を種車に改造した車両が充当されたり、一般型のキハ110系300番台にリクライニングシートとデッキを装備した秋田レ霊号が1年間暫定特急として走ったこともある。日本国外の優等列車は日本の列車種別を明確に当てはめることは難しいが、同類の列車として以下のものがある。 韓国の韓国鉄道公社では9501系、機動車が、登場時から2004年までは、優等列車である、トンイル号、後に通勤列車へ格下げに使用されたほか、その後は、日本の普通列車と同類の種別である、通勤列車廃止、削減により、通勤列車用の機動車である、無群ァ号に転用されるケースが現れている。窓の大股か、 座席のリクライニングシートかなど優等列車にふさわしい、接客設備に改造しているた、必ずしも遜色があると言えるかどうかについては、見解が分かれる。2018年5月には、既存のセマウル号の車両の引退により、ムグンファ号の車両がセマウル号に昇格されたが、シートはムグンファ号そのままである。インドネシアの KRL ジャボタベックでは、 急行に禁止する種別として、エクスプレスが存在した。普通に禁止する種別であるエコノミーとは運賃に格差があり、エコノミーの乗車券では、エクスプレスには乗車できいいものであった。エクスプレスは、ロングシート車であったが、原則として冷房車が充当された。2013年現在では、エクスプレスは廃止されている。遜色急行に対して、 乗り得列車という言葉も存在する。特急系車両を用いた普通列車など、本来は特別料金を必要とする設備を有する車両を、普通乗車券のみもしくは低廉な追加料金で、利用能とした列車を特に乗り得列車と呼ぶ場合がある。特別急行にちなみ特別鈍行なる俗語がある。特急列車は、急行、準急とは一線を画し、使用車両についても、 車両基地と市住着駅の間での改装では、客扱いをしないことが長らく通例となっていた。しかし、外防線前線電化開業に伴う1972年7月15日のダイヤ改正で、安房鴨川駅にの和菓子を9号を、翌日の折り返し、和菓子を2号、183系とする際に、立山駅で夜間留置するための往復を普通車として、 百扱いが行われたのが、はじめとされている。さらに1980年代になると、この年代の初めに申請された185系は、特急列車と普通列車双方での使用を想定しており、同系列の普通列車運用が常態化する。暫定的に使用を開始した急行、伊豆の前の普通列車運用を1981年10月1日に登場した L 特急。 踊り子でも引き継ぎ、東北、上越新幹線暫定開業による新幹線リレー号や東北、高崎系統に登場した新特急の末端区間での普通列車扱いなどが相次ぐこととなる。特に末端区間の普通列車扱いは地方路線の特急にも拡大するようになった。しかし185系は、側窓が開閉可能で座席は190年代中盤頃まで。 転換クロスシートで特急には不足と見られていたため、踊り子は逆に遜色特急扱いを受けた。また、近畿県では117系が1980年1月22日より一部の快速と新快速で運転開始し、1982年には名古屋県の一部の普通と快速にも投入されたが、117系は近郊型車両ではあるものの、本来であれば、 設備水準が、近郊型車両よりも上位であるはずの、急行型車両の標準的な水準理も、はるかに上であり、デッキがなく両開き扉である点及びグリーン車がない、点を除けば特急型電車に匹敵する破格の、ものであった。このため、117系使用列車は、国鉄時代には、乗り得列車としての評価もされていた。1984年6月1日に、 特急列車改送を客扱いすることで運行を始めたホームライナーを宮やはまもなく各地の通勤線区に拡大することとなりまた初期の一部列車においてはクリーン車も普通車とて一般開放されたための利特感においては高いものがあったまた北海道では14系座席車の定期急行列車への投入により1981年2月には荷物 郵便車以外の新系列客車では、北海道初の運となるニセコに投入された。当時の道内の特急列車には、経年が20年を迎えた80系機動車が多数残っており、14系の居住制はそれらに勝っていた。このニセコは、札幌運転所への改装の際、普通列車として運転され、豪華な確定や特別鈍行として話題となった。 2004年10月16日から、宇都宮線、高崎線、湘南新宿ラインで、2007年3月18日より、常磐線で普通列車グリーン車のサービスが開始されたが、それぞれ開始前の数ヶ月間、グリーン車を普通車扱いとしていた。グリーン車の普通車扱い、グリーン開放は、国鉄時代より、東北本線、高崎線、 新越本線の普通列車に百六十五系、百八十五系が運用された際にも行われていた。JR 東日本では、地方の快速列車に、特急系車両を充当するケースが存在した。快速、久美木屋、新潟駅、新井駅間運転、普通、妙高・長野駅、直越駅間運転、快速、合図ライナー、群駅合図若松駅間運転には、 特急系車両で運転されていたが、これらは2015年3月14日のダイヤ改正をもって廃止された。2018年現在、よく知られている乗り得列車としては、特急型から格下げ改造された、キハ185系3100番台を使用する、予算線の普通列車、急行、陸中で使用された、キハ110系0番台を一部用いた、会、浜ゆり、 森岡駅釜石駅間運転、特急、スーパー日立等で使用された651系を使用する常磐線の普通列車、岩木駅と岡駅間、特急、日輪の前運用として、日方本線、佐伯の岡駅間の普通列車に使用される787系などが挙げられるほか、夜行快速列車も、講義の乗り得列車といえる。東武鉄道では、卓脚機に、 前日の300系、350系の種車となった1800系による臨時急行、2017年までは臨時快速が運行されることもあり、霧、降り、湯の里、下付けと同じ車両設備ながら特急料金が不要となっている。なお、2017年4月まで運行していた快速、区間快速はセミクロスシートの6050系が用いられることから、 デッキ付けで回転クロスシートの1800系、臨時快速、臨時急行は金、設備両面で乗り得列車になる。過去には、佐野線や小泉線の普通列車に、格下げの形で転用された車両もあり、こちらも座席の一部とデッキ、便所などが撤去され、吊り革が設置されたほかは、座席が固定化された程度であり、それまで運用されていた5000系よりも、格段に、 グレードの高い車両となった。前述の5700系は、特急から格下げされた形で伊勢崎、日光線の快速列車にも使用されたが、他社の格下げ車両のように扉の増設や、ロングシート化などされることなく、設備も特急車時代のままで、当時の料金不要列車としては格別なものであった。なお、性能は吊り掛け駆動であり、前述の通り、急行や、 快速急行に充当された場合は、性能面において遜色があった。中小私鉄では、大手私鉄の有料特急用車両の譲り受け者が、普通列車に使用されることがあり、大井川鉄道では、近鉄1万6000系電車の譲り受け者が、普通列車に使用されたり、富山地方鉄道では、西部5000系電車の譲り受け車である1万610系電車は、 有料特急だけでなく、普通列車などの料金不要種別にも使用されている。長野電鉄においても、有料特急用車両である、元、JR 東日本253系電車である2100系がかつては、普通列車にも多く使用されていた。ただしこれらの中小施設は、運賃水準が高く、運賃のみでも、同距離の大手施設における運賃と、 特急料金の合計額を上回ることも多い、ための利特列車であるかは意見が分かれることもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。